俺たちの手に勝利を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 正式にみんな正式によしビエリがアウディトーレの名を貶めた、うん、許せん今夜みんなに集まってもらった理由は言うまでもないあのバカに思い知らせてやるためだもし寝言はそこまでにするんだなおやビエリじゃないかお前の話をしていたところだよお出ましとは驚いたな面倒は人任せがパッツィのやり方だと思っていたんだがすぐに警備隊を呼ぶのはアウディトーレの得意技だろうが卑怯者自分一人じゃ怖いのかお前の妹は俺にぞっこんだったぜお前とは大違いだろぶっ殺せおい、後ろだ。フェデリコ、なんでここに？弟の戦いぶりを見てみたくなってね。ああ、それで？動きはいい。問題はスタミナだろうな。さて、やられるまでに一体何人倒せるかな？怖いのか？ただで済むと思うなよ。引け！引くんだ！会うな。え？もう一押しなのに。ひどいな。かすり傷さ。医者に見てもらうんだ。なにこれくらい。第一医者代なんて俺にあるもんか。酒と女に無駄遣いか？無駄遣いじゃないさ。じゃあ貸してくれ。人のことが言えるかよ。借りよう。そいつの懐を探ってみろよ。まあその辺でいいだろう。警備隊が来る前にここを離れるんだ。ほらエッティオ、さっさと手当てを済ませて帰ろうじゃないか。
違う、ついてこい。こんばんは、先生。お前さんたちか。来るだろうと思ってたわい。随分と無茶をしたな、若いの。大したことないよ。頼みますよ。こいつは顔だけが取り柄なんだから。おい、兄さん。これでよし。帰った帰った。どう？こっちだ。いい気分だ。そうだな。みんながみんなそうならいいけれど、ま、ビエリは無理だな。早く帰ろう。父上にはバレているだろうけどな。お説教はごめんだよ。一つ競争するか。どこまで？あの教会だ。用意は1、2の3。まだまだだな、エッツよ。こっちだ、こっち。ほら、こっちに来い。どこ行くんだ。いいから。いい人生だよな。ああ、最高さ。ずっとこうだといいな。ずっとこのままでいたいよ。さてと、もう遅い。帰らないとな。行こう。待った。何？おい、今日はもういいだろう。ゆっくりと眠れるさ。これでね。ビエリじゃないか。隠れないと。探すんだ。まだ近くにいる。クリスティーナ、クリスティーナ。誰？いや、エッツよ。いきなりね。入ってよろしいかな。もう一分だけよ。ああ、わかってるよ。本当に一分だって？それはないよ。さあ。エッツよったら。
クリスティーナ。クリスティーナ、起きなさい。先生が来てしまうぞ。お前と来たら、どうして毎朝毎朝。なんたることだ、貴様。これは失礼。どうかご勘弁を。殺してやる。いやいや、そればかりは。えへ、こやつの首をはねろ。今だ。わざわざ血を見ることもないか。こいつの愛しやすものか。確かめよ。バラバラにされてか。どう料理して。誰かと人違いをしてるんじゃ。彼女が困ってたんだよ。多分。おい、死ぬのが怖いか。どうも、こんにちは。おはようございます。こっちへ来なさい。どうかしたので。とぼけようとしたって無駄だぞ、エツヨ。昨夜パッツィと一悶着起こしたろう。しかもその足でクリスティーナの部屋へ忍んでいくとは。まったくお前というやつは実に私の若い頃を見ているようだ。夜遊びもいいが、そのせいで今日の仕事に差し支えはないのだろうな。大丈夫です、問題ありませんとも。ロレンツォ・デ・メディチ殿に見ていただきたい書類がある。ロレンツォ殿に届けてくれ。承知いたしました。届けたら戻ってくるように。何か。使いです。ロレンツォ様への手紙を届けに。戻られ次第お渡ししましょう。お戻りは？カレッジの別荘へお出かけでして、お戻りは早くても明日以降でしょう。そうでしたか。いい子にしてるな。ほっといてくれ。お前は心配しすぎだな、ジョバンニ。フランチェスコ・デ・パッツィは牢の中だ。もう大丈夫だよ。おう、戻ったか。こちらはアルベルティ。いらっしゃいませ、アルベルティ判事様。いや、お邪魔しているよ。ちゃんと届けてきたろうな。はい、父上。ロレンツォ様はご不在でしたが。それは困ったな。問題あるまいさ、一日やそこらの遅れくらい。そうだ、母と妹がお前を探していた。こっちは別に後でも構わん。だから早く行ってやりなさい。そうですか。ああ、別に構えはしないと思う。いずれまたエツよ。
やあクラウディア、元気かい？ええ。隠し事はいけないな。ドゥーチョが。ドゥーチョが何？浮気されてたの、ずっと。誰から聞いた？友達からよ。大好きだったのに。まったく、そんな奴らと付き合うな。好きだったの。そうじゃない、そう思ってるだけさ。こんなに悔しいことってないわ。ここで待ってろ、俺が問いただしてきてやるから。君にあつらえたようだよ。ほらぴったりだ。でもクラウディアは婚約してるんじゃなかったの？親父殿がこの縁談は取りやめだってさ。もうやめてったら。ほら散歩しましょう。散歩？散歩よりもっといいことをしないかい？やだドゥーちゃん。おいこの豚野郎。エツよ、いや、何するんだ。妹と付き合ってるくせに、なんだこの下品な尻がる女は。何のことだい。身に覚えがないとは言わせないぞ。さっきから見ていたんだ。クラウディアはほら、ちょっとばかりお堅すぎるんだよ。泣かせやがって。はなら、お前も泣かせてやるよ。口ではいつも威勢がいいが、本当の戦いになったらどうかな。その口を聞かなくしてやる。どうせクソ降参だ。二度と俺の妹に近づくな。腰抜け